この動画はジョジョファンにしか全く分かんないでしょ。まあ、ジョジョ好きな人には多分何やってるか分かるんだけど、まあ、本当はなんか敵がこう目からビームを出すんですよ。すっごい強い、まあ、触れると溶けるみたいなビームをこうビューンって出してくるんだけど、でそれをこの脳天と喉元にこうね、弱点なんですよ人間の。でここは喉は波紋使いの弱点で、だから脳とこの喉に2本両目で打つビームを、そのなんか返し技としてコップでね、波紋を負わした帯びたコップをこことここに当てて防御すると、で打ち返すっていうシーンなんだけど、これをまあその目のビームが出ないから BB 弾でこうライフルでこうまあ打って、でちょうどここのコップの中に入って U ターンして相手に返すっていうのをやりたかったんです。でこれが意外にできたのね。ケンちゃんと中田くんの時はできたんで、それができたのに、俺の時にじゃあもう簡単なんでマシンガンにしましょうって言われて連射モードになったんですよ。だからこの状態でね、でまあスローで分かったように、もう最初はなんかちょっと 2,3 発入ったんだけど、なんかどんどん手に逸れてって、痛いっつって離したら、でガラスだったんでバリーンって割れて、もう第三地ね。でこの動画のすごい一番面白かったのは、大ちゃんの動き、こうやってこう揺れるとこあるじゃないですか。もう人間もなかなか面白い動きがっていうとこあったでしょ。そこの動きがそっくりなんですよ。いやまだアニメになってないしどうなるか分かんないけど、もう俺の漫画で読んだイメージそのものの動きをあいつ出してきたん。すごいね大ちゃん。へへへへ、10月27日はめぐい TV ライブに来いよ。いつもより面白いネタ用意して待ってっからよ。会場は東京新宿だ。チケット絶賛発売中。コンビニで買えるからな、売り切れごめんだぜ。会場で俺と握手